今回ですね、ニトリとセリアでキンキンに冷えたビールが持ち運べる、ニトセリカンクーラーシステムをご紹介したいと思います。夏といえばビールとか、あとジュースとかの冷たい飲み物ですね。もう夏の定番はですね、もうニトリのこの冷たさ長持ち缶ホルダー500が一番です。じゃあこちらの商品まずご紹介したいと思います。理由はですね、この500をおすすめする理由が 350ml の缶と、こちらのですね、ロゴスの、倍速氷結氷点下パック、こちらを組み合わせるとですね、冷たさがさらにブーストできます。長い間冷たくキンキンの飲みが飲めますね。さらにですね、この、ニトリのですね、この缶クーラーと食器バンド9センチ、主になんかシェアカップなんかをあのバンドで包んだりするやつですね。それと、シリコンマグキャップ、ちょっとですね、あの加工を加えてます。周りをちょっとハサミで切るだけなんですけどね、ちょっと小さくしてあげて、こちらの缶クーラーシステムと組み合わせます。まずですね、持ち運びを可能にするためには、缶ホルダーの中に缶を入れます。でその後ロゴスの倍速氷結氷点下パックを入れて、でこちらのハサミでちょっとカットしたシリコンマグキャップとニトリの缶クーラーシステムを上に重ねると密閉されます。さらにこの密閉を強化するために食器バンドを使うわけですね。いろいろ検証したんですけど、やっぱり食器バンド何センチかあります。この9センチが一番ぴったりですね。この僕が考案したあのニトセリカンクーラーシステムなんですけど、どうしてもやっぱりゴムで留めてる上のところにですね、少しあの湿気がたまりますんで、ザックなんかにね入れたりするときはこちらを上の方向にしてリュックの中に入れていただくといいですね。これで山頂でも冷たいのが飲めます。登山とかですね、アウトドアライフ、このポータブルで持ち運べる缶クーラーシステム、ぜひ夏のアウトドア、まあ残暑のアウトドアお役立ていただければなと思います。お役に立ちましたらチャンネル登録お願いします。